2002年のロードレース世界選手権2002年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第54回大会である。2002年、グランプリの最高峰クラスは 990cc の4ストロークエンジンのマシンで争われるモートジッピークラスに生まれ変わった。もっともグリッド上のすべてのマシンが一度に入れ替わったわけではなく、 サテライトチームの多くは前年までの 500cc にストロークマシンの使用を余儀なくされ、ファクトリーから4ストロークのマシンが与えられたのはシーズンも終盤になってからであった。990cc のマシンの優位性は明らかであり、翌2003年シーズンが終わる頃には、モートジッピークラスから 500cc のマシンは完全に姿を消すことになる。ディフェンディングチャンピオンのバレンティーノ・ロッシは、 ホンダのニューマシン RC211V を買ってシーズン11勝を挙げリアタイヤのバーストによってリタイヤしたチェコ GP を除く全てのレースで2位以上になるという手のつけられない強さを発揮した。ロッシがこの年獲得した355ポイントという数字は1997年にミック・デューハンが獲得した340ポイントを大きく上回る記録であった。 シーズン当初は2ストロークの NSR500 で戦ったアレックス・バロスは RC211V が与えられた終盤の4戦で2勝を挙げ、他の2戦でも表彰台に上るという活躍を見せた。この活躍がきっかけとなり、翌2003年はライバルチームであるヤマハファクトリーに迎えられ、ノーイ一ライダー待遇で契約するが、ちょうどヤマハファクトリーの低迷期だったこともあり、 ウェットコンディションのフランスルマンで3位表彰台1回のみにとどまった。しかしながらホンダはバロスの2002シーズン終盤のパフォーマンスを忘れることなく2004年のシーズンにホンダのワークスチームであるレプソルホンダに迎えられることになる。鈴木ワークスはタイヤを前年までのミシュランからダンロップに変更してシーズンをスタートしたが第3戦から再びミシュランにスイッチした。 また、4ストロークでのレースにすることで参加メーカーの増加を促すというフィムの目論み通り、シーズン終盤のパシフィック GP から川崎が参戦を開始し、すでに4ストロークのスーパーバイクで成功を収めていた、ゥカティも2003年からのモートジッピー参戦を発表した。前年のチャンピオンとランキング2位が、モートジッピークラスへのステップアップにより、 不在となった 250cc クラスでは、前年3位の若干20歳、マルコ・メランドリが9勝を挙げ、250cc クラス史上最年少のチャンピオンに輝いた。125cc クラスでは、アプリリアのアルノーバンさんが、前年チャンピオンのマヌエル・ポジャーリを抑えて、タイトルを獲得した。これにより、アプリリアは 125cc、250cc の両クラスで、 この年のライダースタイトルとコンストラクターズタイトルを独占した。上位15名のライダーにポイントが与えられる。ポイントの授与はレースを完走することが条件となる。モートジッピークラス 250cc クラス 125cc クラスモートジッピークラスマニファクチャラーズランキング 250cc クラスマニファクチャラーズランキング 125cc クラスマニファクチャラーズランキング ありがとうございます。